皆さんこんにちは。さあ今日はですね、またジンバル一つ送っていただきました、こちらはですね、うちのチャンネルではね、前に紹介した、フェイユーテックのこのスコープシリーズの最新作ですね、スコープミニをね提供していただきました。ありがとうございます。いやー、このジンバルね、発表された時にすごく気になっていまして、というのも僕は前にですね、同じこのフェイユーテックの G6 MAX って、これもちょっと壊れてしまったんですけど、これをね、ずっと使ってきまして、本当にこれね、気に入ってて、すごいね、ハードに使ってたんですよね。で、このフェイユーテックの方では、このね、G6 シリーズとか、他にもこの AK シリーズって前に作ってたんですが、今はこのね、スコープっていうものに統合されまして、一番大きいスコーププロやね、スコープ、廉価版のスコープ C なんかがあったんですが、今回はこのスコープシリーズの中でも一番ちっちゃいやつ、なのでこのね G6、MAX の、まあ、直径に当たるこのスコープミニをね、今日は、いろいろね紹介していこうかと思います。それじゃあパッケージ開けて中身見てみましょうか。じゃあ開けていきましょうか。前のこの G6、MAX と同じようにこのミラーレスとかコンデジアクションカムが対応してますよっていう、まあ、こういう表記がありますね。まあ、この辺からやっぱりね、この G6MAX の直径であることが伺い知ることができます。はい、開けてみるとこんな感じですね。意外とね、箱はちっちゃいですね。で、中に保証書ですとか、このワランティーカード、まあ、あとこのカメラ載せない状態では電源入れるなっていう注意書きがあります。で、説明書に関してなんですが、日本語では書いているでしょうか。一応ですね、今回僕の手元にあるやつがですね、これまだ最終版ではないので、一応この中に入っている説明書には日本語がないんですが、製品版になる頃にはしっかりと日本語表記の説明書が付属するとのことです。で、このスポンジをどかすと本体が出てきます。おお、いい感じですね。このジンバル自体は、そうですね、重量感はね結構あります。うん、コンパクトサイズのジンバルにしてはやっぱりちょっと大きいですね。今までのこういうストレートタイプのものと違って、このね、スコープはちょっとこう、ローアングルとか取りやすいような形状になっているので、ちょっとだけ大きいですね。あ、そしてこのサイドホイールがなんかえらいくる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 回りますけど、これ大丈夫なんですかね。うん、まあまあそれも辺もね詳しくやっていきましょうか。で、ロック機構などはしっかりしていますね。かなりがっちりと、はい、ロックはかかります。この辺はですね、あのスコープ C とか他のスコープ、プロとかそういったのほとんど変わりません。かなりロックはねしっかりしているので、小型ジンバルながらね、この辺の作りはかなりいいですね。で、つや消しのこのマットなブラックな質感もとってもいいです。で、ボタン配置も電源ボタンとかこのファンクションキーとか、うん、この、十字キーの位置とかもほとんどね、あのスコープ、C と変わりはありません。ほんとこのスコープシリーズをギュッとちっちゃくしたような感じがあります。他にはミニ三脚ですね。で、このミニ三脚もですね、このスコープ C とか他の製品と全く同じタイプの、ミニ三脚がついていました。ちょっとこのね、小型のジンバルに対して結構大きいので、2つ組み合わせるとやっぱり小型っていう感じはしないんですけど、まあまあかなり安定感のあるね、ミニ三脚だと思います。あとはスマートフォンを取り付けるためのアタッチメントですね。これは金属製、質感もいいですね。で、これバネでね挟み込むことができますし、裏の方にはゴムで、しっかりとねコーティングされているので、スマートフォンが傷つく心配もありません。で、こちらが、カメラにつけるクイックリリースベルト、この部分なんですが、アルカスイス互換なので、お手持ちのね三脚とかそういったものにもねパッと取り付けることができそうです。で、こっちがジンバル側につけるやつですね。ジンバルにこれをつけて、この上に、まあ、プレートを乗せる形になります。で、こっちの箱の方にいろいろ入ってますね。アクションカム用のマウントとか、あとレンズサポートとか、他にもそうですね、これレンズをね、支えるためのもの、あとケーブル類がかなり入っていますね。あと充電用のタイプ C ケーブル、あとは六角レンチやカメラを制御するためのケーブルが一式入っていました。うん、まあ、中身はね、今までと際して変わりはありません。早速ですね、うちにあるフルサイズのカメラ乗っけてみましょうか。はい、続きましてこちらスコープ C にね、カメラ乗っけていきましょうか。今回使うカメラはうちでいつも使っている α7-4 と、レンズはですね、16-35mm の F4 同士の電動ズームレンズ、それに、可変 ND フィルター K&F の、ナノ X ですね、これをつけていきます。重量はですね、この組み合わせでギリギリね 990g ぐらいありました。もう1キロ近い、重量になります。では3つの、ロックを解除しまして、まずはですね、このカメラのプレート、このベースとなるプレートをここに差し込みまして、1回、仮止めしましょうか。で、次ですね、この付属のプレートに、カメラとでつけていくんですが、このプレートのね、この上の方、こちら
この上の方にさらにレンズサポートをつけることができるんですが、今回そこまで長くないレンズなので、今回はねそれつけずにやっていきます。もうちょっと長いレンズとか使う人であれば、このレンズサポートがねあった方が、いいと思います。とはいえですね、元からこのジンバル見た感じ、そこまで多分ね重量のあるねレンズは乗っけるようにはできていないと思うので、どうなんでしょうね、このレンズサポート果たしているのかどうなのか。で、次ですね、はい、カメラを乗っけていくんですが、このまま乗っけようと思ってもほらここでね干渉してしまいます。なのでこの横の部分、ここのね横のロックを解除しまして、この長さですね、これを、適切にしてください。まずちょっとグーッと引っ張ってカメラを乗せて、とりあえず仮止め、しまして、よいしょ、でグーッと押さえて、まあ、若干本体隙間あるかないかくらいですかね、それを、設定して再度ロックをかけてあげてください。ちょっとずれてしまいました。はい、あとはねいつも通り、三軸調整やっていきましょうか。かなりね、前側にヘビーなので、本体が水平になるようにちょっと調節していきます。うん、いいですね。で次、このチルト軸の調節もやっていきましょうか。この辺はですね、もう相当ギリギリですね。もしかしたらフルサイズなんで若干オーバーしてる感じがありますけども、まあなんとか、はい、ほんとなんとかですね。あんまりこの辺のね懐に余裕はなさそうです。まあ、とりあえずこんなもんでですか。で、もう一つロール軸のね調節なんですが、このように液晶を出した状態であれば、はい、これね一番端っこまで寄せてもうバランスを調節できるあの範囲を超えてしまっています。なので、このねスコープミニで運用する場合はモニターを閉じた状態でバランスをね取る必要があります。もう本当にもうここは、マックスまでね下げ横にスライドさせてもギリギリですね。はい、という感じで2軸もね調節できました。で最後3軸のこのパン軸ですね、これも調節していきましょう。かなりね上の方に倒れたんで下の方にグーッと引っ張っていきます。ここのね軸に関してはかなり余裕がありますね。しかも一発で決まりました。はい、という感じで3軸の調節も終わりましたので、電源入れてみましょうか。これちょっと面白いですね。これちょっとホイール見てください。電源入れますよ。はい、電源入れますと、ほらくるくるくるってこれ回るんですよね。ここ結構ねギミックがあって面白いかなと思いました。まあ、とりあえずバランスは取りましたので、ここのね、液晶画面でオートキャリブレーションっていうこのモーターのパワーを自動的に調節する機能があるので、これをやっていきます。はい、よいしょ、オートキャリオートチューンが、開始されました。あとはこれがね 100% なるまで、待ってください。うん、このねモニターも見やすいですね。前のスコープ C は本当にボタンしかなかったんでちょっと直感的ではなかったんですが、今回はこのアイコン付きの画面で、出たのでね、とてもこれ分かりやすいですね。前のスコープ C であった問題、このグリップのこの横側面の方にもですねボタンが付いていまして、特にここの右側のボタンなんですが、前のスコープ C ではここがねモーターのキャリブレーションになっていて、これ誤って触ってしまうと本体が動いている最中にモーターの調節が始まってしまって非常に使いづらかったんですが、今回はですねこの部分は画面のロック、スクリーンロックに当てられているので、まあ、仮に撮影中カチャカチャ押しちゃったとしても特に撮影に支障があることはありませんでした。ここも何気にすごくね使いやすくなってますね。でここのねホイールも何気に良くて、最初電源ちょっとで切った時はこのくるくる回ってしまったんですが、今はすごいテンションを感じるんですよ。ちょっとこう重い感じですね。これちょっと伝わりづらいんですけども、でさらにカメラと接続している時にはこの部分が、これ分かります？音聞こえますかね？ほらすごいクリック感が出るんですよ。そう、ここで ISO 感度とかこの、フレームレートと F 値とかシャッタースピードを変えられるので、これがねクリック感があるとこう1段階ずつカチカチって切り替えれるんで便利です。で、トップ画面に戻った時にはこんな風にシームレスに動くので、このホイールはかなり今回ね使いやすくなってますね。ちょっと後で撮影で使ってみますけども、これはなかなかねいいんではないでしょうか。で挙動もですね、これ箱出しの状態なんですが非常に素直ですね。しっかりこうデッドバンドも効いていますし、ここをね止まった時ほらこうスーッと動くんですよ。スーッと動いてスッと止まる、これがすごく大事で、結構こういったね小型のジンバルって機械的にこうギクシャクした動きが多いんですが、このスコープミニはすごくこれは
うん、いいですね。非常に滑らかで自然に動いてくれます。なので撮影もとてもね、これは楽しみですね。ちょっとね、アプリケーションの方で設定見てみましょうか。はい、いつものね、フェイユーテックのスコープの画面に入りました。で、まずキー設定ですかね。このトリガーキーを押した時の挙動も、パンチルとフォローとかフラッシュモード全ホイ、全ロックっていうところが割り振れるんで、これもすごく便利ですよね。他にもこのサムホイール、このね、ホイールですね。これの、感度ですとか速度、うん、こういったものも全部、設定できますね。他にもフォーカサーとか別売りのやつをついているとここで設定できるみたいです。うん、全部この辺もね、日本語になってますから分かりやすいですね。で、自動回転って書いてありますが、これはあれですかね、インセプションモードですかね。で、スピードもこんな感じにね、こう回しながら設定できるんで、これも直感的で分かりやすいですね。他にもパノラマ撮影とか、まあ、様々なものができます。モーターのパワーもここでね、設定できますね。モーターのパワーはちょっとここでは1になっちゃってますね。はい。ここでちょっと再度調節してみましょうか。調節が完了しました。まあもちろん全部の軸はもうマックスの状態ですね。さすがにね、結構重い、機材なので、うん、結構ギリギリなところはあります。まあちょっと叩いてみてもそうですね。これわかりますかね。ちょっと横にして叩きますけど、ほら。うん。ちょっとだけね、これ、強振してる感じがあって不安なところはあります。うん、パンはいいですね。ロールも悪くない。ちょっとチルドだけが若干ビヨビヨンってなってしまってるのが気がかりです。続きましてトラッキングスピード、これジンバルの速度ですね。見てみましょうか。これもですね、遅い、中、速い、カスタマイズってありまして、もうこれカスタマイズ済みのものになってます。デッドバンドとこのね、感度をね、個別に設定できるんですが、だいたいこの3と2ですね。デッドバンドが2でトラッキングスピード3が個人的にね、とっておすすめの数値になります。ちょっと動かしてみましょうか。はい、こんな感じですね。非常に滑らかにスーッと動いてくれるので、うん、こういった設定をね、このスマートフォン上から素早く、切り替えれるのも便利ですよね。これも結構現場とかでよく設定し直すことがあるんで。はい、で、次にですね、カメラ設定見ていきましょうか。今これケーブルでね、カメラとジンバルがつながっています。なのでですね、このスマートフォンやジンバルからカメラのパラメータを調節できるんですが、ちょっとこれに関してはね、遅いですね。で、現在これ絞り4になってますけども、ぐーっと絞り上げていくと、このカメラの、設定でも、はい、こんな感じに、これちょっとわかりづらいかもしれないですけど、はい、絞りとかがね、変わっていきます。今これ絞り4にしましたね。はい。で、ISO 感度ぐーっと上げると、はい、こんな感じで、手元でですね、ある程度 F 値や ISO 感度、シャッタースピードを、切り替えることができます。で、ここでね、ノブをこう回すと、1段階ずつクックックっていうね、クリック感のある感じで調節できるんで、まあそうですね、僕あんまり撮影中はね、カメラの設定っていじることはないんですけども、まあこうやってコントロールケーブルが繋がっていると手元で、まあ調節できるんで、まあまあ便利なんではないでしょうか。まあスマホでもね、調節できるんで、まあその使う人によっては使うかもしれません。他にもこれ水平の調節ですね。はい、もしこのジンバルが水平にならない、ずっと斜めの状態でね、キープされている場合では、この、水平のね、構成をやってください。で、さらにそれでもダメな場合は、自分でオフセットですね、下の方で手動で調節することもできます。うん。いいですね。他にもこの起動音とか、まあ、ちょっと日本語がおかしいことになってますけども、まあ、これもね、今後修正されるみたいですね。で、ジンバルの方のね、この言語も今後は日本語に対応するとのことです。はい、ということでですね、一通り解説してきましたけども、どうだったでしょうか。じゃあ次はですね、こいつを外に持ち出して実際動画撮ってみましょうか。さあ外にやってきました。それでは実際に使っていきましょうか。現在ですね、16ミリにしてゆっくり歩いています。手ブレ補正はねスタンダードで行っていますが、どうでしょうか。さっき見てもらったように結構ねモーターはパツパツの状態なんで、こんな風にねちょっとゆっくり歩いていますけども、上下の振動はどうでしょうか。まあ16ミリなんでね、そこまで、手ブレ補正っていうか実際ねブレっていうのは気にはならないとは思うんですけども、はい、どうでしょうか。現在ゆっくりね歩いています。お、ちょうどいいところに今これセンターにね日時計がありますね。ちょっとこの日時計をセンターにしてぐるっとね回ってみましょうか。はい、現在ぐるっと旋回度利用していますが、どうでしょうか。あ、これすごくやりやすいですね。見てください、ほとんどね動きにギクシャクするようなことはありません。本当に僕は、ね、ジンバルを構えてぐるぐる回ってるだけなんですけども、しっかりとね回転できています。あ、これはいい、すごくいいですね。これは、ズイウンとかねモザ、うん、モザですね、モザよりかももしかしたらこれは、
滑らかにね回転できているかと思います。じゃあ次はですね、さっきの直線これを、ロックモードにしまして、はい、ちょっとね走ってみましょうか。よいしょ、これでいいかな。はい、それじゃちょっとゆっくり走っていきます。はい、どうでしょうか。現在ちょっとだけね小走りにしてやっています。これが16ミリ側ですね。手ブレ補正はスタンダードで走っていますが、どうでしょうか。はい、じゃあ次はですね望遠側34ミリですかね、35ミリで、ちょっとやってみますか。はい、あの日時計をセンターにして35ミリ手ブレ補正はスタンドで走っていきます。いきますよ。はい、現在オールロックにして走っていますが、どうでしょうか。さっきに比べて結構ね35ミリ側なんで手ブレ補正はね結構ガタガタしているかもしれません。はい、センターに日時計をつけましてこんな感じです。そうですね、ちょっと僕の見た感じでは結構ブレていますけども、どんな感じでしょうか。これはね家帰ってから僕もチェックします。さあ続きましてね、パンチルとフォローに変えて上と横に同時に動かしていますが、いきますよ。ぐーっと斜め上に現在ジンバルをね動かしていますが、どうでしょうか。あー、これも悪くないですね。はい、もう一度正面に戻します。再度斜め上いきますか。いきますよ、ぐーっと斜め上に向けていますが、うん、まあ、ちょっとだけギクシャクしますけども、それでも全然このサイズのジンバルでねこれができたら、あ、いいですね。完璧とまではいきませんけども、かなりですね。はい、モードチェンジもシームレスで現在パン、フォローモードで切り替えました。うん、この手元の、ね、液晶画面で素早くねパンチルとフォローモードや、このねロックモードやこの FPV っていう、まあ、こういったね、設定変更ができるのはすごくねいいと思います。で現在これ FPV モードでぐるーっとちょっとねトリッキーな撮影をねしています。酔ってしまいますか、違いますか。はい、でこういったねモードも素早くねパパッと切り替えれるのが楽ですね。さあ続きましてはスコープといえばこれローアングル撮影ですね。今普通に持っていますけども、ぐーっと本体を前に倒していくと、はい、このように簡単にねローアングルモードにすることができます。しかもこうローアングルの時はねこのグリップの方がちょうどね、指に引っかかって非常にねやりやすいですね。はい、こんな感じで簡単にねローアングルを取ることもできます。でこのローアングルの最中にさらに旋回してみましょうか。これが本当に難しくてなかなかできるジンバルは少ないんですが、あー、これもねそうですねちょっと早いかなって感じなんですけども、非常にやりやすいですね。ローアングルの状態で今ぐるっとね1回転しています。うん、そうですね、他のスコープ、あのスコープのシリーズに比べるとちょっとだけね挙動がギクシャクしていますけども、いやそれでもこのクラスのジンバルでこれができるんだったらこれめちゃくちゃいいですね。モーターの振動とかも、特に起きてはいません。うん、安定しています。はい、こんな感じで、ローアングルも素早くこんな感じに、切り替えることができます。じゃあ次はサイドホイールも試してみますよ。このホイールの設定は今、手元の、この液晶からパパッと設定できるのですごい楽ですね。でオールロックモードにしまして、ゆっくり歩きながらぐーっと視点を上に向けていきましょう。はい、これ結構ジンバルでやると難しいんですよね。でもこのサイドホイールであれば、結構ね自然にできますね。で次はゆっくり後ろに下がりながら視点を下げていきます。はい、どうでしょうか。ちょっとこれに関しては僕のちょっとあの習熟がうまくいってないから少し、ね、動きがギクシャクしちゃいました。でもこうねノブの方はすごいですね。はい、非常に滑らかにね回転して一切ガタつきとかこうギクシャクした動きはありません。こんな感じで非常にね綺麗にスッと上に上げることができます。でもちろんねこれの設定もねこの手元の画面からかなり細かく設定できるので非常にねこれも扱いやすいです。じゃあ最後ちょっと自撮りもやってみましょうか。トリガーボタン3回押せばぐるっとカメラが回って自撮りモードになります。はい、どうでしょうか。思いっきりこのねこう見てください。はい、このグリップの部分これがね映り込んでしまいますね。なのでもしね自撮りモードをしたい場合はちょっと画面をぐーっと横の方に向けてちょうどジンバルが真横に向く感じですかね。こんな感じで使うと比較的映り込みとかはねありません。はい、どうだったでしょうか。いやこのねスコープミニ非常に小型ジンバルながら完成度は高いですね。前のスコープシーンに比べて断然ねこれはいいです。うん、僕はこれねめちゃくちゃね気に入りました。じゃあちょっとね映像もある程度ね撮ってみたので家に戻ってね、僕もこれ見てみます。
はい、家に戻ってきまして、僕もね、映像の方を確認してみました。まずはですね、ジンバルのこの手ブレ補正、これに関してなんですが、今回持ってったレンズ、16-35 なんですが、16mm 側でやるときには、本体の手ブレ補正はスタンダードで全く問題はね、ありませんでした。ただし、やっぱり 35mm とかにすると、走った時のブルブルっていうね、震えがどうしてもね、抑えきれなかったので、その場合は本体の、手ブレ補正をアクティブにする必要は多分あると思います。まあ、それでもこのね、サイズのジンバルでこれだけ手ブレ補正が強ければもう全然ね使えるんではないでしょうか。でね、やっぱこの旋回撮りとかもすごく良かったですね。もう動画の中でも何度でも言いましたけども、まあ、この挙動の素直さっていうのは僕はすごくね、これはフェイユーテックの中ではね、一番だと思います。前のスコープ C も確かに良かったんですが、それ以上になんか良くなってる感じがしますね。うん、で、自分でね調節もできるので、皆さんの使いやすい速度や感度に調節して、まあ、運用することももちろんできます。で、このローアングルですね、これに関してもですね、非常にやりやすくてですね、こんな風に手に持ってる状態からすぐパッと切り替えて、まあ、ザーッと低空飛行のようなね映像も撮れるんですが、1点気になったのが、若干ですね、この状態、この吊り下げ式に持った場合は少しね、このモーターからねムーっていうね、ちょっと異音みたいなのがね流れてきました。うん、まあ、そこまで気にするほどではないんですけども、ちょっと耳を澄ませばね、ちょっと聞こえてきてしまいますし、あとカメラの内蔵マイクでもちょっとこの音は拾っていたので、まあ、そこはね少し気になりました。まあ、ただやっぱこのねローアングルの状態でもかなり素直に動いてくれますね。なかなかね、普通のこう縦に持った状態で素直に動くジンバルってたくさんあるんですが、このローアングルの状態で素直に動くジンバルっていうのはなかなか、僕は見たことがありません。これはね、このフェイユーテックのスコープシリーズの、まあ、いいところかなと思います。あと使ってていいなと思ったのはこのオートローテーションですね。1回転だけ回すってこともできますし、こうね、回り続けるっていうのの命令も簡単にできるんで、これもね、まあそんなに使う機能ではないんですが、ちょっと映像表現の中でね、こういったものが一つあるとなかなかね、いいんではないでしょうか。で、終わる時もその挙動もね、こうピタッと戻ってくれるので、すごく安心感があります。たまにね、こういった機能のあるジンバル、まあ、いくつか使っていたんですが、このオートローテーション終わった後にジンバルがこのごちゃごちゃ動いてしまってとんでもないことになることがあるんですが、このフェイユーテックのスコープミニではそういったことはありません。横についてるホイールもなかなか使いやすいですね。適度にテンションがあって、パンや、ロールチルトとかこういったものもね簡単にこう呼び出せるので、撮影してる時にもパパッとね使えてなかなか良かったです。ただこのホイールの感度に関してはちょっと僕がまだ使いこなせてないので、少しギクシャクした映像になってしまいましたが、実際はかなりねこうスムーズに動かすことができるので、こうまっすぐ歩きながら建物の上に舐めるような映像とかも簡単に撮れると思います。さあ、ここまでねいいところ行ってきましたが、使っててんって思ったところもいくつかあったので、そこもね合わせて解説していきます。まあ、まずはやっぱりモーターのパワーですかね。ちょっとこれに関しては弱いかなっていうね印象がありました。まあ、800g くらいの機材が多分ね最適だと思います。一応これもね 992g とかなりギリギリなんですよ。ギリギリなので、やっぱりこのねチルト軸のこのモーターがだいぶ限界になってますね。ロールとかパンはいいんですが、ちょっとねこの上下のブルブルって震えは多分このモーターの、パワーの限界値から来るんだと思います。まあ、これよりかももっとちっちゃい ABS-C のカメラとかコンパクトデジタルカメラ、他にもアクションカムとかスマートフォンであれば全然これ問題ないんですが、フルサイズで使おうとしてる方には少しね気をつけた方がいいかと思います。あとこの横ですよね、このロール軸ももう閉じた状態で限界まで寄せてるんで、こういう風にね、蓋を開けてこの液晶を横画面にして運用するのはちょっと難しいです。まあ、もちろんこの状態短時間だったらいいんですけども、ロール軸のモーターに相当負荷かかってしまうので、まあ、自撮りの、ね、ちょっとした時間とかではいいんですけども、常時これでやるのはあんまりおすすめしません。あとこれね自撮りモードもあるんですが、まあ、動画の中でも言ってましたけども、当然このグリップがめちゃくちゃ映り込みます。まあ、なので自撮りするときにはちょっと横に向けてこんな風に持った状態で、まあ、やる必要があるので、ちょっとここがねめんどくさいかなって感じました。あとはそうですね、この本体のサイズ感ですかね。まあ、小型ジンバルではあるものの、他のメーカーの小型ジンバルと比べると若干ね大きい感じがあります。ちょっと今カメラ外しますけども、はい、この状態でちょっと三軸六かけますね。この状態が、まあ、要は収納する、形になるんですが、結構でかいですね。例えば、まあ、他社ではあるもののこのね、ゼウンのクレーン M3 とかモザミニ P-MAX とかこういった、他社のジンバルに比べるとやっぱ横幅が結構あるので、
これ収納するときにね、少しだけね、あのバッグの面積を食いそうですね。ただし高さに関してはかなり低いので、まあそういったところで、そうですね、まあ一長一短ではあるものの、まあ他のジンバルにね比べると少しサイズ感、まあ小型ジンバルにしては少しだけサイズ感があるかなっていうふうに感じました。まあ重さは全然軽ね、重くないんでそれはいいんですけども、まあちょっと横幅という感じがありました。はい、ということでですね、今回これ先行ではありますが、フェイユーテックのスコープミニね提供していただいて、ちょっとね僕もレビューしてみました。いやこのジンバルすごくいいですね。ちょっとね今後また旅行行く機会があるので、その時にもこのねスコープミニいろいろ外に持ち出してね、これからも動画撮っていきたいですね。で今回ですねこの紹介したスコープミニに関してなんですが、動画下の概要欄の方に、詳しい URL 貼っておきますので、そちらでも合わせて見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かも参考になれれば幸いです。で今後ですね、こういったジンバル関係のものがありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。